皆さんこんにちは。お元気でしたか？今回のビデオは私ハンガイとジェコがモンゴル国立大学の前からみんなの楽しいモンゴル語講座をお送りします。どうぞよろしくお願いします。私たちは今国立大学の1号館の前にいます。モンゴル国立大学はモンゴル語でモンゴル・ウッシン・イヒ・ソルゴイルと言います。ちょうど政府宮殿の北側になりますね。またモンゴル国立大学も日本人が建設した建物です。モンゴル国立大学は通称モイスと呼ばれ、モンゴルで一番古い大学として広く国民から愛されてきた大学です。またモイスは多くの学部があり、モンゴル各地から優秀な学生が勉強しています。留学生も多く在籍してますね。それでは今回の講座はここまでです。日本の皆さん、モンゴルでは真冬並みな寒さになってきました。風邪などひかないように注意してくださいね。風邪をひかないでねはモンゴル語でハニャプティフレレと言います。皆さんまたお会いしましょう。お元気です。さよなら。